に、そうだ、歌う前に報告しなきゃ。今日病院にね、行ってきました。ええ、病院に行ってまいりました。あのね、みんなにさ、船長がさ、なんか喉に出来物ができたかもみたいなことをさ、言いまくってさ、クソ心配かけちゃったけどさ、なんか言ってみたらね、さ、大したことなくて、なんか声帯を見てもらったんですけど、なんかね、声帯がね、腫れてたの。なんか、声帯が腫れて、閉じなくなってた。なんか、わかる？腫れてるから、腫れてる部分がぶつかっちゃって、ちゃんと閉じなくなっちゃってて、まあでも、薬で治るって言ってた。1週間くらいで治るって言って、なんかだからめっちゃ薬出されて、本の医者はもう捨てたの。うん。やっぱよりランクの高い医者に行っちゃうよ、船長は。うん。それで今から歌うのか。うん、歌う。いや、逆に、今日やって、一週間後に、治った歌枠しようと思って。聞き比べ用にね、喉が終わってる時の歌枠と、喉が始まった時の歌枠で、こう、比べて遊べるかなと思いまして、ね。うん。で、なんか、その、声帯が腫れてる理由なんだけど、なんか、まあ、単純に使いすぎっていうのと、あとね、なんかね、なんか喉が荒れてるらしくて、やっぱりね、胃酸で荒れてて、やっぱり胃酸で荒れてて、なんでな、わけがわからんけど、そう、それで、君たちに、そう、散々相談してた、喉がぐるぐる鳴るやつあったじゃん。あれもさ、相談したんですよ。あれ、なんでぐるぐる喉鳴るんですかつって。あれも、その、なんか、逆流が、なんか、船長癖になっちゃってるみたいで、なんか知らんけど、うん。食べてすぐ横にはなってないんだけど、うん。だから、胃酸を抑える薬とかをもらった。あとは、なんか、食生活が良くないかもしれない、もしかして。食生活と、あとはストレスって言われたから、船長は今日からマジマックやめるわ。もし船長がマクドナルド食べてたら殺して、その時は。うん、もう食べないからマジで。マジ今日から野菜、サラダ食べる、サラダ。マクドナルド行こうともうサラダ食べるから。うん。船長、今日からマジウーバーイーツでサラダ頼む意識の高い女になっちゃうよ。うん。ということなんでね。はい。とりあえず、やめます！もう！ジャンクフードはやめます！サラダ食べます、サラダ！うん。今日、船長の体も、なんか、サラダ求めてるわ、これ。うん。だから、これはサラダ食べた方がいいかもしれん。体が求めちゃうから。うん。前も同じこと言ってた？でもしかも聞いてくれる？なんか野菜じゃない。薬の副作用でね、なんかお腹が空くらしくて。ねえ、辛いよ。お腹空いてさ、サラダ食べてもさ、マジさ、草食動物の気分になっちゃうよ。なんでこんな食物連鎖の底辺にいなきゃいけないんだって気持ちになっちゃって嫌だな。肉食べたいよ。ちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかにゃ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